まあうちの子猫はね、そのうちの音楽を聴いて急に心が広がったみたいな。まあ心の、隙間に刺さってたものが抜けたよ。でまあ猫ってもともと心をな、分割して上手に生きてるわけやけど、自分の心をなしっかり分類してるわけ、猫はな。それが狩猟民族とかその肉食動物の特徴や。めっちゃ細かいの。が逆に繊細と言われることももちろんあるわけね。そうやると狩りなんてうまくいかないし、ゲットがうまいわけ。つまり狩猟民族はね。でまあその代わり心にいっぱい刺さるわけ。それぐらい繊細やから実は傷ついている。猫の態度、生きる態度、つまり傷ついてるけど、それを一つの猫的回答やねんな、アメリカとはな。まあうちの音楽聴いたら猫もさすがに溺れてしまうわけ。楽やで、狂いはせんで。なんだか肉食はね、うちの音楽で狂いはせんわ。菜食が狂うやろ。で鳥は別に菜食ちゃうから、鳥猫は平気でしょう。魚もあんまり関係ない。なんだけど、まあそもそも水の中の音とよく似てるはずで、うちの音がそれで細胞内の音にもそれって似てるでしょう。じゃあ変なっていうか、まあ薬物依存の方はもっとなんか思い出すんでしょうよ、それ以前の話とかね。それがプログレッシブロックとかの特徴よね。うちもちょっと昨日ね、プログレッシブロックの真似事をしてみましたけど、ね、それで猫たちが心が広がりすぎて、ね、でまあついつい調子に乗ってっていう表現が適切かどうか別として、まあ狩猟民族にはすれば調子に乗って首がかかるというような言い方を取ってたんかもしれん。でもジュリーがすぐ見つけて助けてんな。でもまた気が動転しとって外に逃げて、子猫はね。でうちが探しに行って、気が動転してるから探しに行ってんだ。で最悪の場合、例えば西浦のババアとかやったら猫捕まえて勝手に去勢品にしてるし、飼い猫でもない人ので、あれは猫殺したりしてるって噂もあるから、西浦のババアはな、まあ、壊れてるんじゃ。そらそら西浦みたいに家に巻き込まれて壊れてん、萩原でもな。まあ萩原も猫系の忍者やけど、壊れたんじゃ、壊されたんじゃ、猫的部分が。でもぶっ壊れてるか、同族殺しみたいな感じで猫殺してるんちゃうかな、西浦のババアな。まあそんなの分かってるし、この辺は猫に対して本当にその盗作、嫉妬してる人が多いの。猫と真面目に付き合われんちか、まともに付き合われんちか、ちゃんと猫飼われへん人が多いの、この辺。まあ遊郭特徴やな、それな。分かってるよ。だからその猫がどういう時に危険な目に遭うか、でも熟知してるのよ、すでに。後ろからジュリが首は早くはめてあげてって、それどういう意味って怒った。気が動転しているうちの子猫を探しに行ったうち、ジュリは早く捕まえて首はつけてって、はぁクララかと思ったけどハイジのなアルプスのジュリのハイジのクララかと思ったけど、まあさらに言い出してな。でほんで首をはめてないことバレるやん、周りに。あ、今首をはめてないんじゃんって。で、なんでそこで今首がやねん、外におって。これからも外におるからじゃないやん、出たり入ったりしてんのに。家の中ではめたらいいやん、外でなんではめなあかんの。気が動転して本性が出たの、それやったら女が。な、取られたくないだけやん、それやったら。だから取られないための措置を最優先しちゃってん、ジュリーは。だからどつかれて首が締まりかかって気が動転してる子猫に対して、なんで取られたくないっていう発想が真っ先に出てきますかって。そんなやつ猫飼う資格ないよ、バカーンって言って一発だけな。それはそう、一発で済む話な。命をバカにしとんのかって。命をバカにしてるやつはどつかれる、死にません。そんなやつ、そんなんで死ぬわけない。死ぬことさ許されよ。命をバカにしたやつはな、永遠に苦しみ続けない。自分は人の命を独占しようとしている、そういうバカにし方をしている、人の命に対してっていうことの罪の意識っていうのかな、芽生えてくるでしょう。まあ人間同士、例えばうちと別れたりしたらもう敵面にそこを考えるとどうしようもなくなるけどね。それはうちも別れの経験多いから、しっかりしっかり思春期までに、割と長かったけど30
3時までに終わらせてた思春期はね、もちろんね。まあ長かった。さあ、そんな感じで、どつかな分からんことってあるって、そういうことでね。昨今、君らはどついて殺したり、一発どついたらもう犯罪者よ、俺って。こうなったら一気に猟奇殺人まであれもしたかった、これもしたかった。あの年齢の時にこういうことしたかった、しなかった。いいひひやろ。小さい時からもう失敗と不良をやっとけって言ってるやろ。大きくなったら規模がシャレならんねんから、浮気でもなんでも。まあ、思春期まで浮気ぐらいしとけやもん。大きくなったらむちゃくちゃな規模なんだぞ。終わらへん。思春期まで終えてへんから、そういったもろもろのことを。次は綺麗なもん。あいつらのとこ、まあ社会全体が発達障害なんでしょうよ、それやったらね。なんとかせなあかんな。で、結局その例えばそのまあうちはもうめちゃめちゃどつかれたで、なんでどつきどつかれの世界で、ね、思春期まではな、しゃあない。他のお家の方をどついたことないよ。そんなする気もなかった。家でも血まみれになってたから、うち。実はね、こんな他の家の人にしたらあかんわと。やられてたから、家で。ボコボコ血まみれ。毎日。で、結局、まあ、そんなみんな怖いやろうけど、うち狩猟民族松屋やから、練習やったんでしょう。これぐらいせんと、うちはやられると、殺されると。警告はここまでせなあかんのですかって伊勢神宮の先生がびっくりしてた。うちの父に対してね。伊勢神宮の先生がもう門間切ってん、実は。で、今の伊勢神宮の先生知らん。伊勢神宮の先生ちゃうやろ。本来の伊勢神宮の先生も門間切ってん。あるいは 何個かあんねんな。多分それやったら伊勢神宮の責任宮司やる家が何個もあんねん。そのうちの一つが切ってん。門間に切ってん。もう今門間の宮司さんやったんねん。だから呼びはって、門間の神社は伊勢神宮にもなんとかな、なんとかしてなんとかしてって、もう伊勢神宮から人来はって、責任宮司門間の神社、それからずっといてはん、うちのこと見てくれたんだけど、だからうちの知事に伊勢神宮の宮司さん言うてたの、アマテラスを殺人鬼にしてしまう気かって、この人アマテラスが死んでもか、アマテラスが殺人鬼になるかどっちかですよって、それでも構わへんと父は言うと、飽きませんって、あなたの世界じゃないです、あなたのお嬢さんでも、そんなふうな殺し方して飽きませんよって、世界を殺すなんてどんな父でもって、母になる人気が動転したうちのこの子はな、女の子ですね。母になるべき子を助けに行った、みんな、みんなつか猫のな。首が飲んちゃうよ。な。人に取られても、どっかで母になってたらいいだけや。たださっこ、この子捕まえて、大きくなったら巨製品にして、自分の絵画にしようってやつがおるやろ。パートナー絵画。二次元みたい。そら二次元子供産まわな、二次元の中で子供生まれたりするだけで、そんなやつがおるから危険やねん。首輪つけて済む話ちゃうやん。首輪がそんな防いでくれるだけで、はよ家に連れ帰らなあかんやん、童貞してんねんから。だからチェリーはどつかれたんや、うちにな、心得違いまのめてどつかれてんやん。どつかのわからんやろ、こんなもん定着せんやん、こんなこと。うちの哲学を共有してもらわなあかんから、ジュリーの持ち物ちゃうからな、この子自分の娘に対してもそんなしたからな。たとえパンティ履いてなくても自分の娘が外でパンティ履いてんやんって、パンティ履きなさいって外にパンティ持っていくんか、 あいつパンティ履いてんのかスカートの下ってなるやん。
な、スカート履いてたらええやん、とりあえず。怪我はあんだから、例えばそんな問題ちゃうやろけど、とにかく気が動転してるから迎えに行った。それを後ろから気が動転したジュリが首輪ってついてきたから、どつかれてるのジュリは。そういうことで、ね、で家に帰ってきて、で家の中でもまた動転しとったから抱っこして、でジュリに言うて新しい首輪にしたって言って、で子猫に言ってさっきまでの首輪縁起悪いからって、またローテーションでつけてもらうけどなって、縁起消えるまでちょっとしばらくさっきのつけるなと。で赤い首輪に変えろって言ってジュリに変えてもらって、ね、それが落ち着いてる。それは母猫にしても一週間もしてん、危ない思いしてな、本当に死ぬかもしれない、死んでるもん、何か言ってるもん、ちょっとしてんねかな。それでも自分で危険な目に遭わないと成長せえへんからって、ずっと泣きたい気持ちこらえて、なかなかすっごい表情でな、すっごい微妙な表情でな、子供たちが冒険始めたのは泣きそうな気持ちぐっとこらえてんだよ。もしな、人の母になったことがあるんやったらな、なんでこんな虚勢否認するんかなってな。自分の息子娘が出来損ないやったからか、猫の虚勢否認するの。それと息子娘おらんから猫の虚勢否認してもかない思ってんのか、それか自分が出来損ないからか、だから猫の虚勢否認してもよなってんのか。それともなんか魔術かなんか、なんかカルトの思想によりなんか猫に裁きを与えるために猫を凍ってる変態魔術師が